クレヨン・しんちゃうん運国祭の野望は、1995年4月15日に公開された、クレヨン・しんちゃんの劇場映画シリーズ第3作目。上映時間は94分。興行収入は、約14億円。キャッチコピーは、しんちゃん、3回大変身。クレヨン・しんちゃんの劇場映画版シリーズ第3作目。タイトルは、原作者の薄いキイが、 直々に命名した。また、薄いが映画版の原作漫画を描いた最後の作品。劇場版で時代劇者は第10作目の嵐を呼ぶあっぱれ。戦国王合戦と本作のみである。前者は恋愛劇が主軸なのに対して本作品はアクション主体のチャンバラ映画となっているため、同じ時代劇ではあるものの、経路の全く異なる作品となっている。 また、作品には、作り手が時代劇に精通している描写も見られ、子供向け映画ながらセリフ回しも時代劇として本格的であり、物語の終盤では吹雪丸の刀が激闘の末に、箱ぼれしているなどこだわりのある描写が見られる。本作品は時代劇ものに止まらず、SF 的要素も多分に盛り込まれている。物語前半から中盤では、 戦国時代による剣や弓などでのアクションが中心だが、後半は SF ロボット同士の戦いとなる。本作の冒頭及びクライマックスでは当時セガから発売されていたメガドライブが登場している。本作で使用された和風の BGM の数々は後に地上波で放送された時代劇風の外伝、スペシャルの作品でも多用された。かすかべ書店,店長とベテラン店員。 中村、カンタムロボのパイロットの山田ジョン、カンタムジュニア、が劇場版初登場している。30世紀の未来のタイムパトロール隊員である、リングスノーストームがタイムマシンに乗って時空間をパトロールしていたところ、戦国時代に何らかの異変が生じていることを感知。調査に向かう彼女だったが突然、謎の時空魚雷の強襲に遭ってしまう。 なんとか攻撃を振り払うも不時着した場所は、作中で、現代にあたる野原家の地中深くであった。タイムマシンの故障により身動きも取れず、タイムパトロールと連絡も取れないリングは、地中から緊急非常用のマイクロマシンを使い、野原家のペットシロの体を借りて、野原家の三人とコンタクトを取り、戦国時代に何らかの異常が発生していることを伝え、共に、 その原因と解明に向かうことに、野原一家三人は万能ジャージに着替え、緊急用の三人のり球体型タイムマシンに乗り込み、16世紀の戦国時代へとタイムスリップする。一家が降り立ったのは、春日城の跡地。そこへ、う国祭の手下の忍者軍団が襲いかかるが、謎の少年剣士がこれを蹴散らす。その剣士、フブ丸は、春日城の跡取りであり、城は、 軍国祭の手により攻め滅ぼされてしまったのだという。吹雪丸は一族に古くから伝わる、城が危機に陥った時、三人と一匹の勇士が現れ、危機を救う。との言い伝えから、野原一家に協力を求める。自身の身にも危険が迫ったことで最初は拒絶の意を示そうとした一家も、忍者にミサエのバッグを奪い去られてしまったことから、協力せざるを得なくなってしまう。 その後、目的地である雲黒城を目指す野原一家と、吹雪丸の前に、うんこくさいの四角、またたび猫の進むが現れる。猫の進むが母のあだであることを知り、逆上した吹雪丸は我を失い危機に陥るも、新之助の着用していた万能ジャージに、搭載されていた、助けて、消すたと叫ぶことで使用できる、お助け機能により、猫の進むを退けることに成功。 しかしその直後、今度は同じく、雲国祭の部下であるダイアナ・オギンが現れ、ミサエとヒロシは、彼女の不思議な力によってビー玉に姿を変えられて、しまうのだった。ありがとうございます。